いや、クレハも急に呼び出してごめん。何かあったんですか、キリトさん。いや、そんな深刻な話じゃないんだけど、新しいクエストが配信されただろ。あれを一緒にやらないかと思ってさ。ごめんね、キリト君言い出したら聞かないから。あれ、アーファシスはいないのか。すぐに来ると思うんですけど。あ、レイちゃん。ジェスチャーゲームとかじゃないよね。様子がおかしいわ。レイちゃん、もしかして何か困ってるの？確かに表情が必死だな。何かの病気かな。熱はない？どこか痛いところは？アーファシスはプレイヤーじゃないから病気や通信障害の類じゃないと思うけど。そうね。ということは新しい仕様？でもこんな仕様変更に何の意味が。ゼリスカさん、今大変なんです。実はレイちゃんの声が出なくなっちゃった。どうして？うちのデイジーちゃんも会話ができなくなっちゃったの。サポート系とバトル系のお話はできるみたいだけど。話せる内容が限られてしまったってことか。プレイヤーへのサポート機能が制限されていないところを見るとタイミング的におそらく今回のクエスト絡みかしらね。アファシスとのコミュニケーションを制限するなんて今までにはなかったわよね。そうだな。でもクエスト絡みならクリアさえすればアファシスは元通りってことだ。今回のクエストってどんな内容なんですか？ SBC グロッケンの地下に新しいダンジョンが追加されたんだ。かなり大きいダンジョンで敵も多い。アルゴが手に入れた噂によれば、そこから SBC フリューゲルへハッキング攻撃が行われてるって話だ。それがレイちゃんにも影響しているということ。まだ誰も一番そこまでは潜ってないから断片的な情報しかないんだよな。フリューゲルにハッキング、言い換えればマザーコンピューターへの攻撃ね。お母さんとつながってるから、レイちゃんたちも。マザーコンピューターの不調がアファシスに影響しているということになるかしら。アファシスとのコミュニケーションが取りにくくなり、プレイヤー自身の力量が試される。常時デバフ付きの高難度クエストってところか。今はまだデイジーちゃんのサポート機能は生きてるけど、ハッキングが続いたら症状が悪化しちゃうかも。そうね。私、レイちゃんの声もデイジーちゃんの声も好きだもの。お話ができないのは寂しいわ。よし、そうと決まればやることは一つだ。ダンジョン攻略ね。私としてはなるべく早く取り掛かりたいわ。あなたもそうじゃない？じゃあ早速出発だな。
あら、皆さんお揃いなんてよっぽど暇なんですね。エーブル、君は話せるのか。いきなり何なんですか。よかった、ディエーブル話せるのね。クリューゲルのマザーコンピューターがハッキング攻撃を受けてるらしくて。なるほど、わかりました。確かに通信に負荷がかかっている気配はありました。やっぱりクエスト絡み。おそらくこのままでは言語機能の回復は期待薄でしょう。それどころか他のタイプのアファシスたちに被害が拡大して、早めにクリアしないとどんどん難易度の上がるクエストというわけです。まあ、私はそこのアホシスさんとは違って高性能ですから、この通りスラスラ話せますけど。はあ、うるさい。そんなにジタバタしても皆さんには伝わってませんよ。横着してないで、言いたいことがあるならメッセージでどうぞ。何ですかその顔。皆さんまでそんな驚いた顔で。まさか。いや、俺たちもすっかり忘れていたわね。え、レイちゃんからメッセージをもらって知ったんじゃないの？普通の会話ができなくなったこと。あ、はい。はあ、皆さんまでこんなのでクエスト攻略なんて。私も少し心配になってきたわ。な、もう仕方ないですね。少しの間だけならついていってあげますよ。そうです。本当ありがとう、ディエーブル。そこのアホシスさんとは格が違うというところを見せてあげます。今後私の方にも影響が出ないとも限らないですから。一緒に来てくれるなら心強いよ、ディエーブル。そうと決まれば早速行きましょう。
調子はどうだ。いつでも鑑定してやる。
ネームドエネミーだ。倒せるか。ついてるな。見て、トレジャーボックスだよ。
スナイパーに注意しろ。
注意しろ。アサシ君、オンに切る。頑張ってるね。Thank you.
まだまだ。ねえねえ、レベルアップしたよ。Thank you.
い。雰囲気が変わったね。ネームドエネミーだ。倒せるか。これで。頑張ってるね。
大活躍だ。兄ちゃん、投石だ。アサ、オンに切る。大活躍だ。ダウンだ。畳みかけるぞ。大丈夫だけど、ちょっと敵が強すぎない？この先もずっと。そうね、少し難易度が高すぎる気もするわね。まだ誰もクリアしてないっていうのも納得の厳しさではあるな。噂を聞いて慎重になっているのかもね。ちょっと甘やかしすぎじゃないです？言葉に甘えてなわけないでしょ。まだまだ大丈夫、頼りにしてよ。でもありがとうね。はいはい、ごちそうさまです。それじゃちょっと休憩したら先に。どうしたの、キリト君？誰だ？出てこい！君たちと敵対するつもりはない。別の攻略軍か。仲間は？あなた一人なの？まさか、ソロプレイでここまで？運だけでここまで来られるわけがないだろう。悔しいけど、あんたはすごい腕なんだな。キリトにアス、クレナにゼリスか、それに GGO の実力者の生存か。私たちを知ってるの？ GGO のプレイヤーならみんな知ってたろ。名前は？あら、光栄ね。せっかくだからそちらの。ヒュドあんまり聞いたことのない名前。ただの平凡なプレイヤーだから。ただの平凡なプレイヤーがソロでここまで来られるとは思えないけどな。マグルだよ、ランクが高いんだ。でもこの先は
できれば同行させてもらえないかと。さすがに園田は厳しくなってきた。パーティーに入れてほしいわけじゃない。このダンジョンの先を見たいだけだ。報酬もいらない。私たちと一緒に？戦力が多いのはもちろん歓迎だけど。とっても怪しいと思うんですけど。リエーブル、このパーティーのリーダーは君だ。君が決めてくれ。即決だな。リーダーらしいよ。ありがとう。それでそっちはどんな情報を持ってる？ここからもう少し進むボスへ。おそらく。本当か？確かにかなり深くまで潜っているけど。かなり手強いから準備は念入りにしていった方がいい。ということはヒュドラはもうボスに挑んだのか？いや、聞いた話だ。やっぱりあなた何か知っているんでしょ？何かって？私たちにはあなたと腹の探り合いをしているような時間はないのよ。大切なままデイジーちゃんの症状が悪化してしまったら。だから何か知っているんだったら教えてほしいわ。もったいつけずに。もったいなんかつけてない。正確な情報でなければ。二人ともストップ。ヒュドラさんの言うことが本当ならいがみ合ってる場合じゃないでしょ。マスターが仲間に入れたんだから喧嘩はするな、だそうですよ。ごめんなさいね、レイちゃん。喧嘩のつもりはなかったのだけど。こちらも別に揉める気はない。仲直りしろって言ってるけど。もちろんよね、えヒュドラさん。ああ。そうだな、行ってみよう。じゃあ急がなくちゃね。ちょっと皆さん、それでいいんですか？適当すぎません？まあいいんじゃない。何かあったらその時はその時よ。何？レイちゃん、ボス戦は任せ。リエーブル、さっきから気になってたんだけど、レイちゃんの言うことが分かるの？細かいところは分かりませんけど、なんとなく。というかアホシスさん、言いたいことがあったら横着せずメッセージでって言いましたよね。あのですね。さあさあ、お話はそこ。これで終わり。
剣。
見。
ねえねえ、レベルアップしたよ。今日はどんなもんだ？面白いもの。金が足りない、金が足りないみたいだな。確認してくれ。ほう、よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。これでいいのか。ほう、よかったじゃねえか。面白いものが山ほどあるな。おお、今人気のやつだな。これでいいのか。確認してくれ。何か目、これでいいのか。よかったじゃねえか。
調子はどうだ。おお、今人気のやつだな。これでいいのか、これでいいのか。Come on!
け。
に切る。リッカ、オンに切る。今私勝ってるよ。頑張ってるね。ありがとう。お疲れ。いいペースだ。ヤッヤッタッタッ。エネミーだ。手を貸してくれ。ついてるな。アパシス、オンに切る。いいね、発見。
ナイパーに注意しろ。任された！アファシス！任された！
切る。フッヘイ。
よし、レベルアップ、レベルアップしたよ少し強くなったみたいね。
なにもう大丈夫じゃないかしら。これほど強化されているとは予想外だったけど、まさかあれを倒すとはね。さすがは君と君の仲間たちだ。そう、イツキだよ。イツキさん、どうしてあなたがここに？それは私も聞きたいわ。企んでるね。まあそう言われるのも当然だろうね。こうなったら質問には答えるよ。ただ答えられないこともあるから、それは承知してほしい。単刀直入だね、君は。僕がここに来た理由は調査だ。調査？最近 GCO への干渉が確認されているらしくてね。今回のクエストにもその痕跡が認められた。僕はとある機関の依頼を受けてその調査に来たの。まさかこんなに早く痕跡にたどり着けるとは思っていなかったけどね。痕跡とある機関、ずいぶん含みを持たせた言い方ね、いつき。ごめん、でもあまり詳しく話すことはできないんだ。僕にはその権限がない。そう、これは奉仕活動の一部なんだ。あの事件の償いに。僕は諜報活動に向いているらしくてね。スカウトを受けたというわけさ。断れない。今はザ・シードネクサスの動向も調査してる。情報？スカウト？まさか菊岡か？早いな。気づくなら君だろうって彼も言ってたよ。菊岡って？ああちょっとな。あんな事件を起こした僕が堂々と GGO にいたらまずいだろう。だからうっかり君たちと会ってしまったけど、素性を明かすつもりはなかった。あそこでビームからかばったから。普通の攻撃が当たって HP がなくなったとしても別に命を越すわけじゃない。でも何か理由があったんだ。確かにそんなことを言っていたわね。ある意味本当の致命傷に。本当によく覚えているな。その通りだよ。あのボスの攻撃は受けたら致命傷になる。デスガンの時のように現実の命を落とすわけじゃない。でもこの世界での命を落とすことになる。どういうことだ？データが消去されるのさ。 GGO というゲームの中に存在したキャラクターのね。誰？そんなこと、まさか。僕の言葉には何の裏付けもない。信じられなくても仕方ないけど。その人の言っていることは間違ってないですよ、多分。本当なの、リエブル。あの攻撃を受けた時、今まで受けたことのない奇妙な感傷を感じました。その時は分からなかったですけど、あれはゲーム外からの感傷だったという。おそらくね。君が無事で本当によかったなんてね。もともとこのゲームに存在する私だから助かりましたけど、皆さんがあの攻撃を受けていたら。あの攻撃が君に向かったのを見た瞬間、体がこの世界で出会った。君という存在を失いたくない。たとえ現実世界の命が失われないとしても、それしか考えられなかった。また長話しちゃったかな。さて、僕はそろそろ行くよ。
そう改まって言われると照れてしまうな。でも嬉しいよ。この任務を命じられた時、最初は君に会いたくないと思った。あんなことをしておいて会わせる顔もないしね。でもそれは君に会ってしまうだろうという予感だったのかもしれない。ジージー、あそこで君に会った時も嬉しかった。だからありがとう。そしてごめん。魔王が英雄の仲間になるような展開は好みじゃないんだ。それに僕は一度君たちを裏切った気持ちだけ受け取っておくよ。君にそうまで言われたら甘えてしまいそうだ。正直君に会ったら思い切り罵られるんじゃないかと思っていたんだ。本当にいいのかい？あんなことをした僕を。そうね、いつきさん、あなたのしたことを今すぐ許すのはちょっと難しいかも。でも仕方ないわ。このままお別れなんてできないし、こいつは言い出したら聞かないんだから。もう二度と裏切らないでね。私も構わないわよ。あなたにはつなぎ止めてくれる人が必要だわ。はっきり言って俺はまだ樹を信用できない。ナーブギアを使って他人の命をもてあそんだ。どんな理由があっても許されることじゃない。そうだね。だけどさっきの樹の行動、この世界で出会った誰かを失いたくないという気持ちは分かる。命を懸けて誰かを守りたいという思いも、その思いを知ったのなら、いつきはもしかしたら変われるのかもしれない。だから、リーダーのそばを離れない、という条件なら納得するよ。二度と裏切らないし、離れることもない。僕はもう神を信じていないけど、君に誓うよ。魔王が何かを誓うなんて、滑稽だけど、今やっている仕事をきちんと終えたら、必ず君の元に戻ってくる。だからありがとう。そうだ、君は覚えてるかな？君が仮想世界に来た理由、そしてここに居続ける理由。ありがとう。楽しみにしてるよ。とても。それじゃあまた。急激に通信負荷が改善されてるでしょ。まったく、本当にアフシスさんですね。それって、もうすぐ会話機能が戻りますってことです。本当によかったわね、レイちゃん。
これでうちのデイジーちゃんも元通りね。みんなありがとう。リエーブルも。別に。リエーブル、顔赤くなってないか？なってない！お礼なんていりません。暇だっただけですから。レイちゃんの会話機能が完全に戻ったら、今度はみんなでお母さんに会いに行きましょうか。きっと喜んでくれるわ。それじゃ、新規クエストクリアのお祝いしなきゃな。みんなレイちゃんのこと心配してたしね。懐かしい仲間が戻ってきたこともみんなに教えてあげなくちゃいけないし。リエーブルももちろん来るでしょ。どうしてもって言うなら言ってもいいですけど。Thank you.